はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。3時半回りましたね。4月8日日曜日のまったりとした午後でございまして、さっきね昼寝したんですよ。ビール系飲料3缶飲んでね、で、1本か2本動画撮って、なんかこう眠たいなってちょっと横になろうかなと思って、で寝たら寝られましてね、でガクッとぐっすり寝てですね、で起きたんですよ。なんか音がして起きて、うわどこで音してんやろうと思って、もう頭の中家にいるんですね。あれちょっと待ってと思って、いやここ事務所やと思って、うわ寝たなと思って、事務所のあの扉の外でね音が聞こえるんですよ、ここね古い番所なんで。で、起きてしもたやん、もうちょっとなかったやんと思って目つぶってたら、またねって、昼寝の二度寝、ほんまにね、まったりしてるでしょ。日曜日でございましてですね、それで起きてきてですね、あかんわな、なんかせなあかんやんと思うな、サボっててあかんわと思って、それで、見てもらう、これはこういうの見つけましたね、現代ビジネスでございまして、私がそうですね、一月に一回書くか書かへんか、あれが来るんですよね、依頼が来ると、あ、分かりました書きますって書かせていただくんですけど、講談社のサイトでございましてですね、そこの4月8日に出た記事ですね、高堀冬彦さん、放送コラムニスト、ジャーナリストという方が書かれた記事で、悪口は決して言わないお笑いビッグスリーの明石家さんまが愛され続ける理由、とんでもなく頭の回転が早いって書いてあるんですけど、思わず読んでしまってね、読み始めてね、引き込まれてね、最後までね、短くない記事ですよ、これ。僕、普段、そんな長く書かないんですけども、僕が普段書いてる2000字から3000字の記事よりもうちょっと長いんちゃうかなっていう記事ですね。大体読んだ4000字とか5000字とかいう記事ってね、もうめんどくさいからね、途中まで読んで、面白なかったらやめるんですよ。これ、アクセスランキングで1位になってますね。ちょっと読んでみましょうか。かいつまんでいきますね、かいつまんでね。明石家さんまでございまして、65歳なんです。44年にわたってお笑い界のトップに、今月から明石家さんま、括弧65の番組が増える。うにゃうにゃうにゃって書いてありますね。で、世間のサラリーマンなら定年延長も終わる年齢でありながら、さんまのレギュラーは週5本に、30年続いている大阪 MBS ラジオ各 TBS 系のヤングタウン土曜日もある、断っている新番組の企画もあると聞く、人気も面白さも揺らぐ気配がない、改めて考えたい、さんまの魅力とは何なのだろうと。さんまさん65歳でしょ、僕今年59歳ですから、もう6つ上なんですね。彼がですね、出てきた時私だから知ってるんですよ。新しいの出てきよったわって言って、関西ヤング OO という番組がございましてね、それで何やったかな、ザ・パンダという若手落語家、桂金枝とかですね、桂スキテ八方とかですね、なんか4人のグループがあったんですけど、それに追加でですね出てきたのがさんまでですね、まあ言うてみりゃですね、ドリフターズにおける志村けんみたいな存在で、あ、途中から来よったよこいつみたいな、そんな感じでしたね。それが結構な人気になりましてですね、瞬く間に全国区になってるんですね。その理由ですね、まずとびきりの明るさです。他者を照らしてくれる。コロナ禍で世間が暗いだけに余計に明るさを感じられます。これはですね、同志社女子大学メディア創造学科の影山孝彦教授の言葉らしいですね。この影山先生のコメントが随時こう出てきますんで、これからなかなか英語で言ってあります。さんまが落語家の古笑福亭松之助さんに弟子入りしたのは1973年、奈良商業高を卒業した直後の18歳の時だった。3年後の1977年には桂文枝（77）の推薦で MBS のバラエティヤング OO のレギュラー陣に加わり、早くも全国の人気者となると。
桂文枝さんっていうのはですね、僕らが若い頃っていうか子供の頃は桂三枝と言います。えらいもう年食ってじじいになって、えらいさんになって、あれ参議院選挙出るとか出るとか言ってましたよね。あの人も変わりましたね。一落語家やってりゃええのにと思うんですけど、三枝は三枝でええやんって。別に文枝文枝のね、名前つがんでもええやんと思うんですけど、まあね、ほんまに。あ、そうそう、桂文珍ってありましたね。今名前変わってるのか分かりませんけど、その文珍もザ・パンダの一人でしたね。以来44年にわたってお笑い界のトップ集団に属していると。まあ、これは大変なことやねと。さんまの言葉ですね。人の足引っ張ったり引っ張られたり、それはえげつないこともこの世界にはありますよ。でも嫌なやっちゃなと思って気にするよりも、そんなやつはアホやと思っていれば落ち込まへん。かっこさんまって。いや、まあそうですね。テンションの高さや熱量の大きさは若手だった当時から一緒だと。ビートたけし74、タモリ75。あの辺は段階ですね。それよりもちょっと若い。一回り若い。並びお笑い界のビッグ3と呼ばれているが、さんまが一番変わらないのではないか。さんまはそもそも素でやってるからという人もいるが、それは大きな誤解であると。さんまさんはたゆまぬ努力を重ね、明石家さんまというキャラクター芸を完成させたのです。かっこ影山教授と。笑福亭松之助という方の弟子になったんですけども、さんまは。だから彼、明石家さんまは一回も講座に上がってないはずです、確か。落語家としてはですね、その例の真打ちに行く2枚目でしたかね。2枚目はでも行ってないんちゃうかな。でもまあ松之助さんという方は、こいつはおもろやっちゃなお前落語やらんでも世間話で生きてけよっていうふうにして、まあ出してくれたんですね。おおらかな方ですね、松之助さんという方は。さんまは今でも恩義に感じてるそうですけど、松之助さんという方は僕子供の頃にテレビで見たことあるかもしれんなっていう程度のおぼろげな記憶しかないですね。でも関西はそういうおおらかなところがありますね。東京は立川流とかってありますけども、もうその2枚目まで行かないとですね、そのあれですね、世間に出ることまかりならんという厳しい落語の授業がありますけど、関西のどうやらおおらかな感じですね。はい、笑福亭鶴瓶という方がいるでしょ。あの方まともに落語できるんですよ。きちんとできるんですよ、講座に上がって。まあ、なかなかお上手ですよ。もう今落語をすることはまあないんでしょうけどね。はい、この雑談を芸にできたらすごいぞというのは松之助さんの言葉だそうです。普通雑談で笑いを取るなんて無理。一度や二度はうまくいくかもしれないが、長くは継続できない。だからさんまは努力によって雑談芸を完璧にマスターした。ヤングタウンでは冒頭から音楽も CM も入れず、ひたすら30分も40分も喋り続けることもあります。かっこ影山教授ですね。もう喋りが芸になってですね。で昔ね、なんていうの、笑っていいともという番組があって、昼の12時から、あれフジテレビでしたっけね、タモリさんがずっと20年以上も司会をしてたわけですけど、これは2014年に終了したんですけども、1995年までやっていたタモリさんまの日本一の最低男、2人が立ったまま雑談してるだけだったが、観客席は爆笑の連続だった。雑談芸はシナリオがないという点ではアドリブと一緒だから、さんまはアドリブもお手の物であるというか、アドリブだけしゃべります。なんかシナリオがあること喋ってるんですかね、あの人ね。ひたすらなんか自分の言いたいこと喋ってるような気がしますけど、たけしは2018年に放送された TBS バラエティ一番だけが知っている、でさんまとの出会いとそのアドリブに接した時の衝撃をこう振り返っている。以下たけしさんの言葉ですね。すごかったというかショックだった。こんなのいるんだと思った。アドリブは抜群だったね。相手のミスも自分のミスも全部笑いに変えていった。私だからデビューの頃からさんまさん見てますというか、僕テレビあんまり見ない人間なんでね、たまにまだいるやんというふうに見るぐらいですけど、
彼のすごいところはですね、嫌味がないところですね、ほんまに。見ていて、ほんまに、なんて言いますか、好きでも嫌いでもないんですよ。でも、こう、引っかかるところがないですよね。ほんで、まあ、適当に面白いということですけど。で、あれですね、ラジオ番組ももう30年もやってるっていうことですけど。すごい鍵山教授もですね、引き明かすことは決してありませんが、さんまさんはものすごく頭の良い人なんです。そらせやろ、誰もがインテリと認めるタモリさん、たけしさんにも決して引きを取りません。あのたけしやタモリのね、いやらしいところはね、実は俺インテリなんやっていうところがですね、いやらしいなお前らと、まあまあ悪くはないんですけどね、思うところがありますね。実は言葉を選んでおり、悪口とエロとグロは決して口にしない。やはり松之助師匠の教えである。師匠は悪口とエロとグロで笑いを取るのは素人のすることと説いた。まあよう考えたら、悪口、人の悪口茶化してはいますけどね、茶化してはいますけど、エロとグロもやらない、悪口も言わないですね。さんまが性別や年齢を問わず幅広い層に人気があるのは、耳を塞ぎたくなるような話で笑いを取ろうとしないためであろう。サンドウィッチマンをはじめ、ここ数年は人を傷つけない笑いを実践する芸人が歓迎されているが、と。が、その元祖はさんまなのである。サンドウィッチマンってあんまり、顔はわかりますよ、私。最近わかりますよ。あ、この人がサンドウィッチマンやって。顔があんまり好きちゃうんでね。あんまりいいイメージあるんですけど。影山教授によると、さんまは義理忍者の人でもあるとなんですって。でそのね、今でもね、ヤング王に起用してもらったことから、 MBS っていうのはね、毎日放送やったかな、関西の。こっちで言うと何やったかな、 TBS ですね、 TBS の系列局ですね、の同局の深夜番組痛快明石家電視台に出演していると。それはヤング王の昔なんて、もう40年どころちゃう、その40何年前の、それをまだね、あれですよ、もうそんな時のね、関係者一人もいないはずですよ、なもん。逆に不義理をされたテレビ東京には出ないと公言している。さんまの司会で1981年に始まり、10% 以上の高視聴率を得ていたサタデーナイトショーが3年経った時点で一方的に打ち切られた。でもね、その2018年に同局の出川哲朗の充電させてもらえませんかにゲスト出演したものの、これは例外中の例外。可愛がっている出口から懇願されたためであるって、そういうところはね、すごいな。岡村隆史50ら後輩にも涙を見せちゃあかんと説いている。マナ娘イマル31、もう31なん、イマルさんって顔と名前一致しませんよね。語る時の慈しみに満ちた表情でもわかる。確か大竹しのぶさんとの間にできたお子さんですね。イマルさんってタレントやってはるんですね。これ写真ですかね。なんかさんまと大竹しのぶを割ってリーダー割ってる顔します。昔その弟さんが亡くなったみたいな話も書いてありますね。さんまは悲しみを知っている、だからこそ人の痛みを分かり明るく優しいのだろうと、まあそういう締めくくりの仕方でございまして、まあなかなかね、こうしみる記事ですねこれね。今ちょろちょろちょろっと、もう全体の3割ぐらい読んだかなっていう感じですね。でもいい記事です本当に。別に僕さんまが好きなわけでもね、応援してるわけでもないし、逆に嫌いなわけでも何でもない、その日にいるやかましいおっさんみたいなイメージでずっと見てきましたけども、でもそういうバックヤードがあってんなということがしみじみと伝わってるいい記事です。貼っときますんで、皆さんよろしければこれはおすすめします。はい、どうもありがとうございました。